よく晴れた天気になりました。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ、朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあ、ナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはベイスターズの先発平が横浜スタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。まず何を投げてくるか。ファウルになります。次もスライダーでいいんじゃないですかね。なるほど。さあ何を選択してくるか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは菊池。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。初球打ち掘ってワンアウトです。打順は3番西川。ワンアウトになっています。マウンド上平、そしてキャッチャーは戸柱。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。強振してきました。牽制の上手いピッチャーですから要注意ですよね。そうですね。ランナーを警戒すれば当然速い球が主体となってきます。ファウルになります。引っ張った。これはどうか。ファーストの横抜けました。ベイスターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には鈴木が入ります。さあ先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。三塁へ送球。三塁はセーフ。タッチはアウト。これでツーアウト。まあとりあえずアウトが一つ取れたのは良しとしたいですね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。その警戒すべき松山がバッターボックスです。キレのあるボールですね。はい、変化球が決まっています。ファウルになります。またファウル。さあ5球目は何か。このスライダーは外れます。このピンチ空振り三振に切って取りました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。まあ抜け球だったんですけど、思わず振ってしまったんでしょうね。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。変わりまして1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の大道。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは森。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ストライクを取りました。スライダー決まりました。ノーボール2ストライクです。
変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っているオースティン。大道、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球見送っています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。スライダー外れます。これはバット出ず三振です。ツーアウトになっています。打席には3番バッターソト。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。空振り。打った、高く上がった。これはどうか。西川が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。2回表に入ります。カープの攻撃、バッターボックス黒尾。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。平が抑えています。ワンアウト。バッターは7番に入っている堂林。平、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ファウルになります。インサイド落ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあベイスターズ先制のピンチです。まあ先制はされたくないですからね、ここは目をつんでおきたいところですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の平、この状況にどう対応してくるか。打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。カープ1点を先制しました。1対0、序盤から先手を取られています。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。さあバッターボックスには先発の大道入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスには田中が入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですね。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。縦のスライダー、バットを振らせます。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回カープ先に点を取りました。1対0、カープ先制です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあベイスターズ、この回は4番から始まります。佐野が打席に入ります。ベイスターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを打ちました。ショート取った。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー1塁です。バッターボックス宮崎。ベイスターズ同点のランナーが出ています。初球大きく外れています。
併殺狙いインコースに攻めてきました。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。バッターは6番田中。ベイスターズ同点のランナーが出ています。まずはアウトコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ファウルになります。ここもファウルです。ツーストライクです。打ちました。三遊間抜ける。ベイスターズチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。さあベイスターズ同点のチャンスを迎えています。早めに追いついておくことでもう一度立て直していきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてチャンスに強いバッターなんでね、ここは期待していいでしょうね。はい。さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。三遊間前でワンバウンド、ホームに送球、レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。さあ打席には先発の平が入っています。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ一打逆転という場面を迎えています。ストレート打った、ショートが抑えた、二塁送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。逆転のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終わって1対0、1点リードはカープです。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしてはインサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、これもファウル。低めの変化球は決まりません。インコース詰まりました。ここはフライになっています。サードが構えます。宮崎抑えてワンアウト。バッターボックスは3番西川。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。ボールになります。ボール先行です。打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。センターオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。切れていきます。ファウル。これは低めストライク。すぐに追い込みました。打ちました。痛烈。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。ここでの失点は避けたいですね。まあそして勝負強いバッターが相手です。高め打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン、二塁を送ります。バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点追加します。2対0になりました。ベイスターズなおも三塁二塁のピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそして打席にはプロ入ります。さあなおもピンチが続きます。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。このスライダーは外れます。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。さあそしてバッターボックスには堂林が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、切れていきます。ファウル。この球は外れました。
改めてお聞きします。バッターの堂林、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、目の覚めるような速い、打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンド、ヒットになりました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。カープが突き放します。センター前のタイムリーヒット、4対0。ベイスターズ、もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。